ございました。イエイエイ。さあ、それではですね、こちら発表は。え、怖い怖い怖い、お化け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 。その歴史はこの瞬間から始まった。お化けお化け。お化け。え、何これ。衝撃の発表から数日後、バクステ外神田一丁目は秋葉原のアイドルから全国区のアイドルへ。最初のステップはメジャーデビューシングルのレコーディング。また一つ彼女たちの夢が現実に変わっていく。曲のタイトルはバイトファイター。彼女たちの生活にリンクした歌詞に注目だ。走り出した地球アイドル、栄光を掴むために、揺るぎない夢、推しの数だけ、思いが溢れてゆく、愛しすぎる場面、笑顔、涙、全部プライスレス。さあさあ一緒に、We can do、 熱く燃えろ、大いなるバイトファイター。学校じゃまだ誰も知らない、大きめの決断、バイトしながらステージに立つ、画期的なルールと及ぶレコーディングは無事終了。メンバーもほっとした表情だ。難しかった。ゆうちゃん的には完璧だったらしいです。完璧。闘争心を燃やしている感じのかっこいい曲になってて、すごい注目する歌詞とかいっぱいあるので、おや、楽しみに待っててください。この楽しさがこの聴いてくれてる人たちに届けばいいなと思います。お疲れ様です。先生の指導も力が入る。はい、後ろ見れてなくないよ。ここどうした？ここなんかビジャってなってるよ。はい。おお。そう、ここでしっかり下がってる。それまでさ、全員でやってたからすごくインパクトがあるんだけど、急にこの何人かだけになっちゃうから、もうちょっと1、2、3、4、5、6でこうシュッて出る感じがあると嬉しいんだよな。今回のダンスは複雑なフォーメーションを取り入れ、一糸乱れぬパフォーマンスが見せどころ。一人でも間違えれば全体が崩れてしまうのだ。先生が求めるレベルまでダンスの完成度を高めていく。頭いっぱいいっぱいです。もう振りがめっちゃ変わるんで、なんか今日変更されたとことか、うん、難しい。もう分かんない。はい、これが外。はいはいはい、嬉しそう、エリー。はい、こっち。はい、で、中に、せーの、はい。
けど。いたまさかの AD が先頭に。ここで先生も予想しなかった事態が発生。AD 渚がセンターに来てしまった。どうしよう、どうしよう。多分気持ちがバラバラだとできないからみんな揃えなきゃダメ。クラセも。はい、お疲れ様です。何そのデートに行くような格好。バクステ外神田一丁目のメジャーシングルバイトファイターが。何食べよう。ほら、お供えしない、お供え。センターでしょ、センターでしょ、センターでしょ。ちゃんとセンターで終わるんですか、この人。センターだから、センターだからちゃんとお祈りしないと。え、もうね、楽しくてしょうがない、ここ。バックステであなたも春デビュー。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。新生活をスタートさせる君を大歓迎。ますます盛り上がりを見せるバックステ外神田一丁目に会いに行こう。それ、かわいいね。てかそれティーナっしょ。これティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストとくな。いいぜー。ティーナって何。ティーナ。人生に喜びを。マルハン。バックステ外神田一丁目です。メジャーデビューシングルバイトファイター、5月8日発売。皆さん応援よろしくお願いします。人捨ててみた。今が旬のアイドル、グラビアユニットが登場しガチンコバトル。マシにネット生放送の獲得ポイント、人気投票やブログアクセス数を競う。皆さん、冷たい焼きそば、今日も尻相撲対決だよ。それではステージを紹介してみたいと思います。ピース高橋有沙、絶対勝つぞ、頑張って。ティップ小川大、頑張って。なんだか安心するね、この光景は。楽しいぞ、テンションを上げていこうぜ。キラコップの行方はまだわからない。詳しくはマシュリで検索。5月8日発売予定のバックステ外神田一丁目メジャーデビューシングルメインメンバーの発表を行いたいと思います。やった、よかった。あ、この後呼ばれちゃうからさ、撮ってもらおうと思って。今回ですね、メインメンバーについてはウィークリーランキング枠より8名、バックステ枠より2名、そしてメーカー枠より2名、合計12名のメンバーが選抜されます。それでは早速参りたいと思います。バクステ外神田一丁目が他のアイドルと違うのは、プロデューサーの投票によってメインメンバーが決まること。人気が直接自分のポジションに影響するのだ。第1位広沢舞、そして第2位朝倉ゆり、おめでとう。こちらウィークリー枠8名、これはですね、もう確定でございます。揺るぎません。あれ、メインメンバー、さあここからはですね、メインメンバーは12名でございます。ただいまこっち8名でございます。さあここからはメーカー枠の発表に移りたいと思いますよ。タイガ花さんです。おめでとう。タイガ花、花の優香さんです。おめでとう。次のメンバーが11人目のメンバーということになります。こちらバクステ枠でございます。それでは発表させていただきます。バクステ枠、まず一人目はエディ渚。おー、正直なんかよろびくピクオラの時のツンクな枠は多分悪ふざけで入れたから。お母さんにこれが私が最初で最後の
ね、エディナイザさん眼鏡を曇らせながら誠にありがとうございました。バックステ枠2人目は鈴宮ひなの、おめでとう。こうしてメジャーデビューシングルバイトファイターのメインメンバー12名が決定。笑うもの、泣くもの、慰めるもの、さまざまな思いが交錯する一幕。こうしてバクステ外神田一丁目の絆は深まっていく。絶対嘘だった、絶対嘘だった。すごい嬉しいけど喜べないみたいな感じで、でもそんなこと言ってられないから、その選ばれなかった子たちの分も頑張ろうっていう気持ちがすごい出てきました。バクステに足を向けて寝られませんね。ダンスとか歌とか、そう、もうなんかやったことないですとか、そういう甘いことは言ってられないと思うので、先輩たちに置いてかれないように胸を張ってメンバーだぞって言えるように突き進むぞ。チャンス一つ一つを絶対逃さないように、トップを取れるようにどんどん進んでいきたいと思います。見ててください。さあ、次なるステップはミュージックビデオの撮影。なんかケータリングが用意されてるんで、すごくないですか？だってツーツベスないじゃないですか。でも今から食べて血糖値を上げないとダンスシーンで頑張れない気がする。バックステであなたも春デビュー。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。新生活をスタートさせる君を大歓迎。ますます盛り上がりを見せるバックステ外神田一丁目に会いに行こう。アフィリアサーガ、私たちの癒し魔法を凝縮した楽曲が盛りだくさんです。アフィリアサーガセカンドアルバム好評発売中。みんな聞いてね。アフィリアサーガ、アフィリアサーガワンマンライブ当面半ツアー開催決定。たくさんの愛と勇気を届けるよ。アフィリリルー。まずはメインメンバーのソロカットから。テーマはクールビューティー。メンバーがそれぞれポーズを決めていく。クールにかっこよく決めてみます。もうちょっといくか、上下というか、はいはい。こんな感じかな。続いては楽曲の躍動感を表現するためルームランナーを使ったこんな撮影。危ない。速度が速くなってきたら走って合わせてください。そしてメインメンバーによるダンスシーンの撮影が始まった。
イクを重ね、ようやくダンスシーンの撮影は終了。しかし撮影はまだまだ続く。続いて公認ニュータイプなアイドルユニットニコーズ。今週は春の大感謝祭で盛り上がったこの曲、渋谷飛行少女の未公開ライブ映像をお届けします。前回のツンツベさんの時はね、もやず、もやず大丈夫か。続いてはバクステ外神田一丁目のメンバーが全員参加する圧巻のダンスシーン。詰めて、紐前、オッケー、ストップ。みんなこれフォーメーションが命だから、前の人にきっちり合わせたいんですよ、わかりますか。はい、目の前に揃えて。続いてはバクステ名物ワイワイカット。
今回はクールビューティーを意識してかっこよく撮影する。何組か4組ぐらいしかいないの。それはどういうことかな。みんなが3人でこういうふうに並んでることをで遠慮しちゃって自分が前に出れないと思うのか、おじけづいてるのか、どっちですか。ビビってんじゃないのって感じなの、こっちが見てると。はい、じゃあビビらずに画面のここの紐から飛び出してくるぐらいの気持ちで来る子が一番画面にも輝いて見えてるのね。はい、でそうじゃなくて遠慮してなんかこの辺でちまちまやってっからなんかしょぼいなって感じになっちゃうわけで、そこはやる気があるんだったら前に出たいし、前へ前へって言われることが恥ずかしいことだと思ってほしいから、はい、ちょっとこれだとみっともなさすぎるから本当はこのショットで撮りたいのに、こういう形で撮りたいのにいつも通りにしようかっていう話にもなっちゃってるわけだから、もう一回だけチャンスをもらうから、みんなもうちょっと前へ前へ、もう紐に太ももが当たるぐらいでいいからガッと前に出て思い切ってアピールしてください、その18で。はい、はい、そう、今回は勝負のメジャーデビューシングル、自分をアピールし前に出なければ夢はつかめない。彼女たちは先生の言葉で再認識させられた。シングルバイトファイターをステージで初披露。その舞台に選ばれたのは春の大感謝祭だった。でも今回ダンスすごいかっこいいんですよ。本当に初めて、もう絶対初めてなので、そこでうおーっていう衝撃を与えたいので、ちょっとみんなで揃えたいですね、踊りも。ここでやるイベントに出る初めての子もいると思うし、あの緊張してる子もいると思うし、不安な子もいると思うんだけど、最後まで楽しみましょう。
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。